球状多孔質カップ蒸発系蒸発系は、湿面から大気への水の蒸発する速度を測定するために使われる化学機器。主に農家や栽培者があらゆる場所での作物の蒸発酸速度を測定するために使う。蒸発酸は土の表面から蒸発する水に加え植物の表面から蒸散する水を全て測定したものである。蒸発。 乗算する水の量に基づき、使用者はこれに相当する水を作物に与えることができ、その結果水の使用量が減り収穫量が増える可能性がある。現在販売している企業には C&M ミティラロジェクルサプライアカルセンスがある。ガラス製もしくはプラスチック製の管で貯水器に繋がれた多孔質のセラミック板から構成される。高さは 1> 約1.52フィートで、直径は3、4インチである。水が管を通して貯水器から引き出され、板が濡らされる。板の上の水が蒸発するにつれ、さらに多くの水が貯水器から引き出され、板が再び濡れる。コアテックスで作られたキャンバスのカバーが、板の上に置かれており、物が入るのを防いでいる。 キャンバスのカバーは特定の気象条件下で植物が吸収する日射量をシミュレートし蒸発速度を制御するために重要である。様々な植物の表面が受ける蒸発産量をシミュレートするタイプのキャンバスカバーもある。例えば、アルルファルファの ET 速度はナンバー54グリーンキャンバスカバーを使い推定されるが草の ET 速度は ナンバー3 0グリーンキャンバスカバーを使い推定される。板とキャンバスカバーの間の膜は、雨水がゲージを濡らすのを防ぎ水蒸気を逃がす。側面にあるゲージは貯水器の水位を測定し、蒸発した水量を示す。電子モデルを利用可能であり、データロガーが取り付けられている。データロガーは、蒸発による変化が起こるたびに、自動的に水位を記録する。 データロガーが記録するデータはコンピュータにダウンロードし結果を記録することができる。電子モデルはゲージの読み取りから起こる可能性のある人的エラーを排除できるが手動のものが約300ドルかかるのに対し約900ドルかかってしまう。蒸発系の設置と利用はかなり簡単である。普通は天候と屋外条件を代表する場所で地面から約40、陰上に 木製の支柱に取り付けられる。蒸発速度に影響を与えぬように蒸発系の板を直射日光に当てる必要がある。蒸発系に影響する環境因子に対する曝露量に影響を与える可能性があるため高い木や建物の近くに置くべきではない。蒸発した水の量を測定するためには最初の水位から最終的な水位を引き算する。 ことによりゲージ上の水位の変化を計算する。2003年にカリフォルニアのセントラルコーストで行われた研究において、蒸発系の性能がそれより高価な速攻所のものと比較された。蒸発系が7つの速攻所に隣接して設置され、それぞれの方法で週ごとの値が記録された。研究結果は、蒸発系と速攻所が非常に似た結果を生み、どちらも 同等の蒸発産量を生成することを示した。蒸発産量が少ない条件では、蒸発系が測攻所の値よりも、わずかに低い ET 値を生成した。フォートコリンズのコロラド州立大学と、米国農務省が実施した研究でも、同様の結果が得られている。蒸発系は、測候所から計算されたデータに非常に近い蒸発産地を生成した。これらの研究において、 蒸発系が近くの速攻所や蒸発産量データにアクセスできない地域で特に有用であることが示されている。ありがとうございます。